ムスチスラフ一世によって建てられたノブゴロド近郊の聖ニコライ聖堂、太閤の家族を描いた12世紀のフレスコ画が残る。ムスチスラフ一世は、ノブゴロド公、ロストフ公、ベルゴロド公、キエフ大公。偉大なるムスチスラフとあだ名される。ウラジーミル・モノマフの長男。1076年にスモレンスクに生まれる。1093年から95年までロストフ、そしてスモレンスクで過ごす。1111年には父ウラジーミルとクマン人に遠征する。1116年に再度遠征し、彼らの町を奪う。1125年、父の死に伴い、キエフ大公位を相続する。1130年にチュジ族討伐のために遠征。1132年に死去し、大公位は、弟のヤロポルク2世に渡った。ムスチスラフの治世は大公国が統一と力強さを示した最後の時代となった。1095年にスウェーデン王インゲ1世の娘クリスティーナと結婚し、10人の子女を設けた。クリスティーナと死別後、ノブゴロド市長のドミトル・ザビジチの娘リュババと再婚し、3人の子女を設けた。ありがとうございます。